記者、巨人で一番警戒してる選手は？阪神岡田監督、帰ってもうたな。岡田監督、本場の話やんか。禁断、能動あいじりに巨人関係者、まさか。これが関西のお笑いや。性格の悪さがにじみ出てる。汗田の高学歴ジョークや。素直に坂本岡本って言っときゃいいのにつまんねえこと言うなよ。バリバリのメジャーリーガーに比例を働いて逃げられるとか国際問題になるだろ。読売はどう責任取るんだよ。 V の使者を2軍送りにして帰らせるという大失態だって。お前本場の話やんか。一番の新戦力が外国人やったわけやからな。なんでいじったらあかんの？そんな失態か。許可すイライラで草。これは腹立つな W。 さすが岡田さんおもろすぎる W。お堂あいた方が弱かったのに2億のお荷物をあっさり切り捨てた阿部にイライラしてるチンカス。ストーブリーブのお笑い部門は巨人の優勝やろな。よく考えたら近年巨人と阪神の直接な首位争いってあんまなくね。ご視聴ありがとうございました。